にちは。今日は来年2020年の手帳を購入したのでご紹介したいと思います。2020年の手帳に選んだのはこちら、ハイタイドさんの手帳です。開けてみます。ここにポケットが一つ、あとは後ろにペンを挟むところが一つ、とてもシンプルな作りになっています。中身はまず1年分2年分のカレンダーが入っていて、ここはイヤースケジュール、10月始まりの手帳なんですが、私は1月から使っていこうと思います。ここがマンスリーで、マンスリーの次にこうトゥードゥーリスト、やることとかを書いておけるようなメモスペースがあります。これが見開き分あります。でまたマンスリーでトゥードゥっていうのがずっと続いて、12月まで来たらその後は ノートみたいな感じになっています。ずっとこう半分はそんな感じになっています。このタイプをの手帳私は初めてで、いつもマンスリーがあって、その後にその1日2日みたいな感じで日ごとのトゥードゥーリストがメモするスペースがある手帳に今まではずっとしてたんですが、今回初めてこのタイプにしてみました。この手帳はいつも持ち歩く手帳なので、仕事の時や子どもたちの幼稚園や小学校に行くときなどに持ち歩いて予定を確認したり、あとメモをかなり取るので、そのメモが取りやすいようにと思って幼稚園の係などですねのメモが取りやすいようにと思って、このメモがたくさんある手帳を選びました。あとはこれは鉄道ですね。鉄道の路線図。これを可愛くカスタムしていきたいと思います。はい、では1月のマンスリーを簡単にデコっていきたいと思います。この手帳は結構殴り書きで予定をどんどん書き込んでいくことが多いので、せめて最初だけは可愛く、予定を書き込む前に可愛くデコって使っていきたいと思います。まずこちら、1月でお正月なので1枚ずつめくれるマスキングテープのお正月バージョン、和小物ですね。これを貼っていきます。あ、その前にこのリラリラハンコさんのスタンプ、これは絶対押したいと思っていたのでこれを押します。
ここにドーンと押していきます。これがアルテニューのインクです。これを押します。かわいい。ちょっと数字の6が消えちゃったんですが、かわいく押せました。これに令和2年なので。令和と書きます。これはもう手書きで、そしたらこの MT の梅のマステも使います。これ結構たくさん柄があって、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 もかわいい柄が入ってます。全種類ちょっと使ってみたいので、どんどん貼っていきます。
い、これで全種類貼れました。こんな感じでコマとか羽子板とか絵馬とかたくさんモチーフを貼って少しにぎやかにしました。これを貼るだけでも、散らして貼るだけでもかなり楽しい手帳になるので、貼るだけなので難しいことは一切ないんですが、おすすめです。これに家族の予定や自分の予定などたくさん書き込んでいきたいと思います。